ペドロ・マルティネス、ペドロ・ハイメ・マルティネス、ペドロ・ハイメ・マルティネス、1971年10月25日イ、は、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ州出身の元プロ、野球選手、投手、右投げ右打ち、現在は、ボストン・レッドソックスの特別 GM 補佐を務めている。現役時代は、サイヤング賞を3回受賞し、1999年には、 レッドソックス史上初となるシーズン300奪三振を記録。引退後の2015年にアメリカ野球殿堂入り、背番号45はボストンレッドソックスの A 級決番に制定。ロサンゼルスドジャースのエースとして活躍したラモン・マルティネスは実刑。6月18日にロサンゼルスドジャースと契約がトリプル A 級で開幕を迎え7勝6敗。 防御率3.81の成績を残し、9月24日の新シシナティレッツ戦でメジャーデビューは、球団新人記録となる65試合に登板し、リリーフ投手としてはリーグ最多の10勝、リーグ新人投手3位イの119奪三振、防御率2.61を記録。ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では9位に入った。 1993年11月19日にデライノ・レシールズとの交換トレードでモントリオール・エクスポズに移籍。からは先発に転向。4月13日のレッツ戦では7回までパーフェクトに抑えたものの8回にレジー・サンダースに死球を与え9回の先頭打者にアンダを打たれて降板している。6月9日のニューヨーク・メッツ戦では被安打3でメジャー初完投。 初完封を記録し、ドワイトグッテンに投げ勝った。ストライキでシーズンが打ち切りとなったが、11勝5敗、防御率3.42を記録した。6月3日のサンディエゴパドレス戦では9回までパーフェクトに抑えたが、打線の援護がなく0から0のまま延長戦に入り、10回の先頭打者に二塁打を打たれて完全試合を逃した。は、オールスターゲームに、 初めて選出され1イニングを投げた。8月29日のフルセドジャース戦では、アニラモン・マルティネスと、史上6人目の兄弟同士の先発投板で対戦。12奪三振で2失点完投するが、ラモンが8回を1失点に抑える高投で、敗戦投手となった。13勝10敗、防御率3.70222奪三振を記録し、初めて200の大台を上回った。 開幕から8戦八勝を記録。17勝8敗、防御率1.90、カートシリングに次いで、リーグ2位の305奪三振、リーグトップの13関東を記録し、最優秀防御率のタイトルを獲得。18試合で2桁奪三振を記録し、奪三振、防御率は共に、球団新記録となった。サイヤング賞の投票では1秒28票のうち25票。 獲得し初受賞した。また、ミニ投手が300奪三振と防御率1点台を同時に記録するのはのウォルター・ジョンソン以来の快挙だった。1997年11月18日に、カール・パバーのトニー・アーマス・ジュニアとの交換トレードで、ボストン・レッドソックスに移籍し、6年総額7500万ドル。 7年目は、オプションで1750万ドルという投手しては、当時史上最高額の契約を結んだ。は、自身初の開幕投手を務め、開幕後連勝。いずれもリーグ2位の19勝、7敗、防御率2.89251奪三振を記録し、チームのワイルドカード獲得に貢献。クリーブランド・インディアンスとのディビジョンシリーズでは、第一戦に先発し、 7回3失点で勝利投手。チームはその後3連敗で敗退した。サイヤング賞の投票では満票で受賞したロジャー・クレメンスに次ぐ2位に入った。は4月15日から5月18日にかけて7試合連続2桁立つ三振を記録するなど前半戦で15勝を挙げ30勝を達成するのではと騒がれた。地元ボストンで行われた。 オールスターゲームに先発し、2イニングを投げて5三振を奪い、MVP に選出された。三振を起死したマーク・マグワイアを、あんな投球をされたら誰も打てやしないと脱帽させた。オールスターで肩を痛めたが、8月19日から9月27日にかけて、メジャー記録となる8試合連続2桁脱三振を記録。9月10日のニューヨーク・ヤンキース戦では17脱三振。 ヒアンダは、チリデイビスの本類打一本のみで、関東勝利を挙げた。23勝4敗、防御率2.07313奪三振の、圧倒的な成績で最多勝ち、最優秀防御率、最多奪三振を獲得して、投手三冠を達成し、奪三振率13.2は、当時のメジャー記録となった。チームは、前年に続き、ワイルドカードを獲得。を押してし、 インディアンズとのディビジョンシリーズでは、第1戦に先発するも4回で降板。2勝2敗のタイで迎えた第5戦では4回から、リリーフ当番して6イニングを無安打に抑えて、勝利投手。ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、7回を2安打12奪三振、無失点で、勝利投手となるが、チームは、その1勝のみに終わり敗退した。 オフに2度目のサイヤング賞を満票で獲得し、MVP の最有力候補と言われた。投票では1位を最多の発表を獲得したが、239対252と13ポイント差で、イバン・ロドリゲスに次ぐ2位に終わり、投手に MVP の資格はないのかと論争になった。5月6日のタンパベデビリレイズ戦では、 毎回の17奪三振で1失点完投するも、味方打線が完封されて、敗戦投手となった。8月28日の同カードでは、初回戦闘打者の2支球を与えて、乱闘となるが、その後8回までパーフェクトに抑える。9回の戦闘打者に安打を打たれノーヒットノーランを、逃したが、13奪三振完封勝利。18勝6敗。 防御率1.74284奪三振、リーグ最多の4カンプを記録し、最優秀防御率、最多奪三振の2冠を獲得。防御率は2位、クレメンスの3 7 0に1 9 6という大差をつけた。必出類率は213で、ウォルター・ジョンソンが1913年に記録した217を更新。ホイップに至っては、 史上最高の0.74という驚異的な数字を記録し、被打率167もメジャー記録と記録づくめのシーズンだった。オフに3度目のサイヤング賞を満票で受賞した。は5月までに7勝1敗、防御率1.44、11試合中8試合で2桁奪三振を記録するなど好調だったが、肩の回線筋鍵盤損傷のため離脱し、復帰後も、 未勝利に終わる。は、開幕戦のトロントブルージェイズ戦では3回8、失点の大乱調だったが、4月7日に前年5月30日以来の勝利を挙げた。その間8試合連続で勝ち星がなかったのは自己アースと記録である。4月19日のカンザスシティロイヤルズ戦で、史上57人目となる通算2000奪三振を達成。開幕から7連勝。 6月20日から9連勝を記録するなど20勝4敗、共にリーグ1位の防御率2.26239脱三振を記録し、最優秀防御率最多脱三振の2巻を獲得。サイヤング賞の投票では23勝で最多勝ちを獲得したバリージトに次ぐ2位だった。は4月12日のボルチモアオリオールズ戦で自身、ワーストの10失点。 5月から約1ヶ月離脱するが、14勝4敗、防御率2.22206奪三振の成績で2年連続の最優秀防御率を獲得し、チームはワイルドカードを獲得。オークランドアスレチックスとのディビジョンシリーズでは、第1戦で先発し勝敗つかず、第5戦では8回途中3失点で勝利投手となった。ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 第3戦に先発し、7回4失点で、敗戦投手。この試合では、自軍の打者に対する死球に激高して、マウンドに駆け寄ったヤンキースのベンチコーチで、当時72歳だったドン・ジマーの首に腕を絡めて、地面に叩き落とした、ジマーは、現役時代に死球により、意識不明に陥った過去がある。最終第7戦では8回表まで5から2と、リードしていたが、 その裏集中打を浴びて同点に追いつかれ降板。チームは延長の末サヨナラ負けをキッシュリーグ優勝はならなかった。アッバ16勝9敗217奪三振を記録したものの防御率3.90で8年ぶりの3点台と今一つだったがチームは2年連続でワイルドカードを獲得する。アナハイムエンゼルスとのディビジョンシリーズでは第2戦に先発し勝利投手。 ヤンキースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発するが6回3失点で敗戦投手となり、第5戦では勝敗つかず、3連敗からタイに戻した最終第7戦では7回からリリーフ登板するもに、失点で降板。チームは史上初の3連敗からの4連勝で、18年ぶりのリーグ優勝を果たす。セントルイスカージナルスとのワールドシリーズでは、 第三戦に先発して7回無失点で勝利投手。チームは4連勝で86年ぶりのワールドチャンピオンに輝いた。オフにフリーエージェントとなった。2004年12月17日にメッツと4年総額5200万ドルで契約した。は15勝8敗、防御率2.82208奪三振を記録し、必出類率は250でリーグ1位、メジャー全体で、 ヨハン・サンタナに次ぐ2位だった。脱三振率が8.6で9年ぶりに9を下回ったが、脱三振と支給の割合は4.43でリーグ1位だった。は、開幕から5連勝。4月17日のアトランタ・ブレーブス戦で7回途中まで、6安打3失点に抑え、メッツの選手としては、オーレル・ハーシュハイザーに次いで、史上2人目となる、通算200勝を達成。 84敗での達成は、史上最も少ない敗戦数である。途中故障で1ヶ月離脱し、復帰後も故障勝ちで9勝8敗、防御率4.48に終わる。チームは18年ぶりの地区優勝を果たしたが、ポストシーズンでは、当番なし。10月1日に、右肩の手術を行うことを発表した。投球再開までには少なくとも8ヶ月はかかる。 見通しで翌年シーズン前感染の出場は絶望となった。復帰後に本来の力を再び発揮できるかどうか不安を感じており、11月6日のニューヨークタイムズ誌には元通りにならないようであれば引退を考える胸のコメントを寄せている。のスプリングトレーニングで復帰する日までただプレイオフに近い位置にいてくれればいい。そこから俺が 世界一まで押し上げてやるからと発言した。9月3日のレッツ戦で復帰を果たし、史上15人目、ラテンアメリカ出身の選手として、初めて3000奪三振を達成した。吉久が1000以下で達成したのは、史上4人目だった。5試合に登板して3勝1敗、防御率2.57の成績を残した。チームは残り17試合で2位のフィラデルフィアフィリーズに7ゲーム差を、 つけて、地区首位だったが、その後5勝12敗と失速し、9月30日の、レギュラーシーズン最終戦で、フロリダ・マーリンズに敗れ、1ゲーム差で、フィリーズに、地区優勝を奪われポストシーズン進出を逃した。は、5勝勝ちで調子が上がらず、5勝6敗、防御率5.61に止まり、オフにフリーエージェントとなった。3月に、第2回ワールドベースボールクラシックの、 ドミニカ共和国代表に選出された。第一戦のオランダ戦に3番手として登板し3回を4奪三振無失点と高騰したが、チームは敗れた。第三戦のオランダ戦でも2番手として登板し、3回を2奪三振無失点と高騰したが打線が振るわず、逆転サヨナラ負けを喫し、チームは一時リーグ敗退となった。7月14日、 フィリーズと年俸100万ドル最大150万ドルのインセンティブ付き契約を結んだ。8月12日のシカゴカブス戦に遺跡後発先発発登板。5イニングを7安打3失点5奪三振に抑え、味方の援護もあって勝利を挙げた。チームは地区優勝を果たし、ポストシーズンも勝ち上がってリーグ優勝を果たす。連覇をかけて臨んだヤンキースとのワールドシリーズでは、 第二戦に先発したが、松井秀樹に地面すれすれの変化球をすくい上げられる、本塁打を浴びるなど、7回途中3失点で敗戦投手となる。大手をかけられた第六戦でも2回に、松井に先制2点本塁打を喫し、3回にも2点タイムリーを打たれるなど4回4失点で敗戦投手となった。結果的にこれが自身メジャー最後の登板となった。 所属球団のない状態が続いたが、12月に MLB の公式サイトが引退の意向を伝えた。1月24日、ボストンレッドソックスの特別 GM 補佐に就任することになった。2、アメリカ野球電動入りの得票資格を得て、有資格1年目で91.1%の得票率で電動入りを成し遂げた。同年に共に表彰されたのは、ランディ・ジョンソン。 97.3%、ジョン・スモルズ82.9%、クレイグ・ビジオ82.7%。これを記念し、同年6月22日に、レッドソックスは、マルティネスの背番号45を永久決断に指定し、7月28日に決断表彰式が行われた。身長は、 高ン 180cm となっているが、実際にはもっと小柄と言われており、メジャーの投手としては、比較的細身な体型であった。サイドスローに近いスリークオーターから、前世紀には、常時 95mph 前後、最速 99mph、約時速 159km の伸びのある速球、フォーシーム、ツーシーム、切れ味の鋭いカーブ、サークルチェンジ、 カットボールを抜群のコントロールで操り、投手に必要な技術を網羅しているとされ、一郎をして完璧な投手と言わしめた。しかし、度重なる故障の後は、速球のスピードは最速でも90メートル PH 序盤程度になった。松井秀喜や一郎によると、ペドロの凄さは、キレの良い様々な変化球をコーナーにきちんと投げ分けられること、だという。 高速で急激にブレーキがかかる彼のカーブはパワーカーブと呼ばれた。本人はこれをハードカーブと呼んでいるとインタビューで語った。握りはナックルカーブである。またサークルチェンジでも有名で日本でいうところのスクリューボールのように鋭く変化し三振の山を築いた。ピンチになると急速が上がるなどの特徴を持つ。通算投球回数2000回以上の投手が 対象である、投球回数9回に対する通算の、脱三振率が9.0以上の当手4人のうちの1人で、あり、投球回数9回に対する通算の脱三振率10.04は、ランディ・ジョンソンに次いで、MLB 史上2位である。レッドソックス時代は打者に恐怖心を与えるために故意に、頭部を狙い、いわゆるビーンボールを投げる、ヘッドハンターと見られていた。 当主が打席に立つなリーグへ移籍した2005年は前年の16支給から4支給へ減少。次伝においてキャリアを通じて支給の90%は恋だったと告白している。2015年5月、ベースポーツ専門局 ESPN のこれまで対戦した中で手強かった打者はという質問に対してバリー・ボンズ、エドガー・マルティネス、デレク・ジーター、 ケニーロフトン、イチローの5名を挙げた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。